はい、ホテルハワイアンズ1年ぶりにやってまいりました。今からチェックインします。はい、お部屋は2214ホールですね。はい、入ってますよ。よいしょ。綺麗です。はい、ちょっとこれ内張り張ってなくてむき出しになっちゃってますね。冷蔵庫がちょっと古いですね。よいしょ。玄関、和室、はい、まあよいしょ、タバコ吸えてよかったです。お布団は今から敷いてくれる感じですかね。はい、先ほど廊下にいた方が敷いてくれるんですかね。10畳の和室ですね。独り占めで、外は来ました。ここ2階ですけどね、バックヤードというか裏側ですね。何も見えません。はい、今日はこの部屋に泊まりさせていただきます。内風呂はないです。館内図でね、ちょっと紹介していきますね。こっちがホテルですね。今いるのは東1号館にいます。で、このモノリスタワーっていうのはちょっと よく分かんないので置いておきますが、東館から中央館通ってプールがあるんですけどね、プールはちょっと置いといて、紫色のねところを通って夜市というところで、まあ、食事してきたわけですけども、ここに、お風呂もあります。どんなのかというと、こんなのですね、まあ、ほぼ露天風呂って感じです。ここにね、蒸し風呂ありましたので、ね、そちら入ってきましたけどね。はい、で、隣にはスプリングパークというこれもお風呂ですね。どんなのか、こんなのですね。水着を着て入れるところと、裸で入るところとあるようです。はい、そんな感じかな。もう仕事で来るにはまあこの辺ぐらいしか歩けない感じですかね。あとはですね、これ知らなかったんですけども、宿泊者限定で貸し切り温泉ができるそうです。1時間3300円ホテルハワイアンズ南2号館の5階で貸し切り温泉できるそうです。
はい、またまたハワイアンズに来てるんですが、ホテルとハワイアンズをつなぐ通路で、カイロギャラリーということでね、温泉道というギャラリーがありますので、こちらを通ってですね、ホテルハワイアンズの方に戻りたいと思います。ね、ざっとこう写真だけこう見てもらうようなそんなイメージで行ってください。こんな回廊があるよというところですね。1000円持ってハワイに行こうと、ちょうどハワイアンセンター時代の話ですね。女子フラガールの世界ですね。観光風の全力で待った吠えた観光風なポリネシアンショーだったみたいですね。サーカスですね。これは何だ。全でプールが楽しめるというようなことですかね。はい、こんな感じですね。ホテルハワイアンズ南1号館行ってみますか。じゃあはい、じゃあ以上です。